こんにちは、のぞみでございます。今回の動画はですね、7月1日から石垣市の条例に基づきまして、石垣へ訪れる、空路で訪れる来島者の皆様に、PCR 検査、抗原検査の陰性証明書、もしくはワクチン2回接種の証明書をですね、石垣空港の特設ブースで、提示していただければですね、滞在の有効日数に合わせて安心島旅プレミアムパスポートが、受けられるということで、宿泊施設、飲食とかですね、観光関係の割引パスポートがもらえるということでですね、今僕与那国空港にいるんですけども、僕は与那国、沖縄の、与那国に住んでまして、石垣島行くのはもう生活の一部で欠かせない感じですね。病院に行ったりとか、用事で行ったりとか、今回も用事と、ちょっと YouTube の撮影で行くんですけども、今日はその石垣空港到着口がですね、どのようになっているかちょっとお届けしたいと思います。ただ僕がその PCR とかで出発前の72時間以内間に合わなかったので、僕はちょっと証明書持ってないんですけども、しっかりこう感染対策しましてね、今から石垣島に行きたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、保安検査も通過しまして、今機内に入ってきました。今から30分かけて石垣島に行きたいと思います。沖縄離島生活で本当に飛行機は生活に欠かせない、乗り物なんですけども、感覚でいうと、電車とかバスに乗っているような感覚ですね。で、9時5分発で、30分ぐらいで石垣着きます。で、着いてから到着口、どうなっているかお届けしたいと思います。まもなく離陸します。ちょっと今日非常口座席なので、ちょっと景観が悪いですけども、今から30分です。さあ、石垣空港に到着しました。今から到着口に行きます。で、到着口出て、多分普通にサーモグラフィーあると思うんですけども、その PCR とか抗原検査、そしてワクチン接種2回証明のね、その特設ブースですか、どこにあるか今からね、行って見てみたいと思います。あと PCR 検査も石垣空港で受けられるみたいなのでね、ちょっとその場所も、確認しながら行きたいと思います。今荷物受け取りましたので、今から到着口、出たいと思います。さあ、どのようになってるんでしょうか、行ってみましょう。さあ、今到着口出ましたけども、これ以前と変わらず、サーモグラフィーがありますので、特に到着口で何かを提示を求められるということは、ございません。このように普通にとりあえず、出てこれてますね。そしてですね、特設ブースがですね、到着口出た目の前に、これ大利通りって八重山の、看板あるんですけども、その下に、特設ブースがございます。
こちらですね、PCR 抗原検査、陰性証明書ですね、あとワクチン2回接種、証明書をお持ちの方はですね、こちらの、特設ブースで、安心島旅プレミアムパスポートが、ね、受けられるということで、結構今お客様が、ね、並んでる状態でございます。まず出発72時間以内ですかね、はい、ちょっと僕は今回ちょっと石垣で用事があるのでね、ちょっと陰性証明ちょっと急だったので用意はできなかったんですけども、こちらでですね、はい、もっとこう重苦しい雰囲気なのかなと思ったんですけども、まあ、これが今、空港の状態ですね、まあ、お客様はね結構少ないんですけども、このような状態で、で係員の方がだいたい2名いますね、はい、こういう感じですね。で石垣空港内でも PCR 検査受けれまして、ちょっと場所聞きましたので今からちょっと行きたいと思います。穴川の方ですね、ちょっと行ってみましょう。さあ PCR 検査受けれるところ穴川から入っていきまして、こちらここ国際線の方に行くんですよね、これPCR 検査場と書いておりまして、はい、PCR 検査検体採取室でございます。これ国際線の方に行ってください。でこちらがですね、まあ、要予約制になってまして、当日空いてたら受けれるそうなんですけども、沖縄県民の方は住所確認の証明書を出せば3000円で受けれるということでございます。こちらで受付ですね、はい、ですので2時までに検査すれば翌日に検査結果が分かります。そして2時以降でしたら翌々日に検査結果がメールの方でお知らせが来るということでございます。さあ今到着口から外に出てきましたけども、まあ、今回の動画はですね、7月1日から、市の条例に基づきまして、空港の出口に、ね、特設ブースがございまして、PCR 抗原検査、そしてワクチン接種2回の、ね、証明書があればですね、安心島旅プレミアムパスポートが、ね、もらえるということで、石垣市内ですかね、飲食、そして観光、そして、宿泊のね、割引サービスが受けられるということでございました。で、こう証明書がなくてもそのスマホの画面のね、そういう証明できるものがあればスマホの画面でも、提示していただければ大丈夫とのことでございました。まあ、石垣島に住んでいる方もね、やっぱ島外に出られる方もいますので、まあ、陰性証明書があればプレミアムパスポートも、ね、石垣市民の方もいただけますので、まあ、お得に石垣島が過ごせるということでございます。そしてPCR 検査場もございましたので、穴川にありまして、当日空いていればPCR 検査受けれます。概要欄に予約のホームページの方を、ね、貼っておきますので、そしてお値段が、県民以外の方6000円ですかね。で、沖縄住んでる方3000円です。で住所証明書できるね、まあ、免許証とかあれば、3000円で受けられるということでございました。今回の動画はね、石垣空港の、特設ブースですね、どういう状況になっているのかお届けいたしました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。